はい、福岡市でイエツラ慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で何で知るあなたにお届けできればと思います。はい、まあ、2月もですね、今日で半分を過ぎまして、残り半分なんですけども、まあ、逃げる月というだけあってですね、本当早いですよね。はい、まあ、まだ2月明けて気分的にはまだ3日4日ぐらいなんですけども、15日なのでちょっとね、気合い入れて2月をしっかり過ごさないといけないなと危機感を感じております。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、今日はですね、あなたはこんなお悩みはないでしょうか。はい、硬い椅子ですね、硬い椅子に座ってると、こう尾底骨あたりだったりとか座骨が痛くなるんですって言ったようなですね、お悩みはないでしょうか。はい、まあ、実際の患者さんにもですね、こう頻度は少ないんですけど、まあ、お電話の時にですね、こう硬い椅子とかで座ってると座骨がとか尾底骨が痛くて、座れないんですよって方がですね、よく電話とかあったりとかします。はい、でそういったですね、痛みの原因ってじゃあどこなのかっていうと、もうこれは昨日お話ししたように大臀筋って言われるお尻の筋肉ですね。大臀筋、ちょっとおさらいをしますけども、まあ、それがどこなのかっていうとこちらですね。はい、この大臀筋って言われる筋肉です。で特にですね、これを半分に割った時に、半分にこう割った時にこの下の部分ですね、はい、この辺がですね、硬さができやすいんですけど、この辺が硬くなってる人っていうのは、座った時にですね、痛みが出やすい、座骨が当たって痛いですとか尾骨が当たって痛いですとかっていうのが多いかなというふうに思います。あとは、ここが硬くなっている人は一緒にハムストリングスといって太ももの裏ですね、太ももの裏が硬くなっている人も、多いなという印象がありますので、もし該当する方はですね、おそらくここが原因でそういった痛みが出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、で大臀筋がですね、弱っている人の、歩いている時のですね、歩き方をもう一回ですね、ちょっとお見せするんですけども、はい、大臀筋というのは本来こういう動きをしているわけなんですが、これがですね、できなくなってきます。できなくなってくるとどうなるかっていうと、骨盤を前傾といってこういう動作ですね、お尻をプリッとしたような感じ、これで無理やり腰を反ったような感じ、これで歩きます。はい、なので腰に負担がかかりすぎて、仙腸関節のあたりが痛かったりとか、あるいはですね、分離症って言われるものですね、はい、股関節の動きが出ないばっかりに腰痛に負担がかかって、そういった痛みが出たりとかしますので、該当する方はですね、もうここは原因なんだと思っているふうに思っていただけたらと思います。はい、で仙腸関節の痛みに関しては昨日お伝えしたストレッチをやっていただければと思うんですけども、今日はですね、またその下の繊維ですねのストレッチ方法がお伝えできればと思いますので、ぜひ一緒にやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、よいしょ、やり方ですね、また同じように仰向けですね、仰向けに寝ていただいて、この状態でまず膝をですね、ぐっと胸の方に近づけますで近づけていただいたら、そのままですね、次は内ですね、内ぐっと曲げます。そうすると今この辺がちょっと下の部分が伸びてるんですけど、これに加えて最後ですね、内旋ですね、昨日やった動き、この内にこうひねる動きですね。はい、それをひねったままこっちの手で膝を持って、こっちの手で足首を持って、内にひねったまま胸に近づけて内に倒すっていう感じですね。ちょっと難しいですけど、ぐーっと曲げながら内に倒して内にひねる。そうするとですね、また伸びてる場所っていうのが変わってるんじゃないかなと思います。はい、この状態で30秒深呼吸をしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じで30秒ほど深呼吸をしながらストレッチをやってみてください。はい、であなたがですね、座っていたいのであれば、ちょっと一回座ってみてどうかっていうのを確認してみてください。で、仙腸関節が痛い人だったりとか、座っていたい人はですね、昨日のストレッチとセットにして今のストレッチっていうのをやっていただければと思います。なので昨日のストレッチをまとめてやっていくと、まずですね、同じように曲げて、最初は内にひねるだけ、曲げたまま内にひねるだけで、これで30秒ほど深呼吸をしながらストレッチをかけていきます。で、これが終わったら次は、このままですね、内にひねるだけ、内に倒すだけですね。内に倒すだけ。はい。これでまた伸びる場所は変わってくると思いますので、これでストレッチをかけていただければと思います。はい。
ここがちょっと弱いとあんまり効果がないので、しっかり胸の方にだけ寄せてあげてくださいね。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。